国家元帥期アメリカ陸軍士官学校博物館に展示されているゲーリングの元帥図への実物。ベルリンにあるドイツ空軍博物館に展示されているゲーリングの軍服の実物。国家元帥の元帥は第二次世界大戦中のナチスドイツ国防軍における最高位の階級である。帝国元帥、大ドイツ総元帥とも訳される。事実上。 大元帥に相当する。最初に国家元帥の称号が登場したのは12世紀より前の新生ローマ帝国時代のことである。その後は任官者はなく、ドイツ帝国時代と第一次世界大戦中にドイツ帝国陸軍で国家元帥になった者はいなかった。ナチスドイツ時代に大ドイツ国国家元帥の名称で復活し、1940年に ドイツ空軍の最高指揮官であるヘルマン・ゲーリング、元帥が唯一これに昇進した。ゲーリングは7月19日の元帥任命式において、その非元帥となる他の国防軍の将軍たちより上位であることを示したため、事実上の大元帥に相当すると言えるが、他国のような名誉称号ではなく、アメリカ軍のそれと似たような個別の階級である。したがって、あくまで、 アドルフ・ヒトラーの総統の地位に次ぐものであり、彼の後継者であることを確立するための意味合いがあった。しかし、1945年4月末にヒトラーに指揮権を引き継ぐ許可を求める電報を送った直後、彼はゲーリングからすべての官位を剥奪し、海軍総司令官カール・デーニッツ海軍元帥を新たに後継者に指名した。 この任命はヒトラーが自殺した日より前に行われたが、マルティン・ボルマンとヨーゼフ・ゲッペルスによる工事は1945年5月1日まで先延ばしにされた。国家元帥昇進までのゲーリングは空軍元帥の制服、階級賞を着用していたが、昇進後はどちらも専用のものを着用するようになり、陸海空軍元帥の上位の存在であることが明確に示された。 階級賞は空軍賞官と同じく白を基調としたもので、右胸や軍帽に着用する和紙賞も空軍型のものであった。また、原水図絵も白のものを使用していた。ありがとうございます。